フレディ・ホセガルビスは、ベネズエラのファルコン州、プント・フィホ出身のプロ野球選手、ウト・リョーダ。MLB のフィラデルフィア・フィリーズ所属。相性はとこ。フィラデルフィア・フィリーズ時代2006年に、アマチュアフリーエージェントで、フィラデルフィア・フィリーズと契約して、プロ入り。2007年に、参加の A-9、ウィリアムズ・ポート・クロスカッターズで、プロデビュー。2012年には、 開幕をメジャーで迎え、4月5日のピッツバーグパイレーツ戦にて、8番二塁手で先発出場してメジャーデビュー。4月8日のマイアミ・マーリンズ戦では、アニバル・サンチェスからメジャー初安打となる2.2塁打を記録。その後もマイナーに降格することなく、メジャーに帯同していたが、6月8日に背中の痛みのため故障者リスト入り、 さらに6月19日には薬物検査で筋肉増強剤の一つであるクロステボルが検出され50試合の出場停止処分を受ける2013年も開幕ロースター入りを果たし途中マイナー降格もあったが控え内野手として70試合に出場5月19日のシンシナティレッツ戦でアロルディス・チャップマンから9月7日のアトランタ・ブレーブス戦でフレディ・ガルシアから さよなら本塁打を2度放った。2014年も開幕ロースター入り。また、プレシーズンゲームながら、ニューヨークヤンキースの田中正宏からメジャーで初めて、本塁打を放った選手としても、日本で話題になった。レギュラーシーズンでは43試合に出場したが、打率、176、4本塁打、12打点という成績に終わった。2015年は、ジミー・ロリンズの後任として、 遊撃手のレギュラーに定着し、151試合の出場で規定打席に到達した。打率263、7本塁打、50打点を記録し、3部門全てで自己最高の数字を記録した。遊撃の守備ではリーグワースト5位の17失策を期した。2016年は158試合に出場し、打率241、20本塁打、 67打点、17盗塁を記録した。2017年は、レギュラーシーズン全162試合に出場して打率、255、12本塁打、61打点、14盗塁を記録した。2017年12月15日に、エニエル・レロス・サントスとのトレードで、サンディエゴ・パドレスへ移籍した。2018年もレギュラーシーズン全162試合に、 出場し、打率、248、13本塁打、67打点、8盗塁を記録した。オフの10月29日に FA となった。2019年1月29日にトロントブルージェイズと400万ドルの単年契約を結んだ。2019年8月12日にウェーバー工事を経て、レッツへ移籍した。 2020年オフの10月28日に FA となった。2021年1月26日にボルチモアオリオールズと150万ドルの単年契約を結んだ。オプションとしてシーズン途中にトレードされた場合は25万ドルが支払われる。2021年7月30日にタイラー・バーチとのトレードでフルスノフィリーズへ移籍した。ありがとうございます。